花井ワイドショー。はい、はい、本日は、うん、嵐、大野さんの、今後&本当の気持ちを占います。なるほどね、はい、まあ、あの昨日もね、うん、嵐は復活あるのかと、再開あるのかと、はい、まあ、占いをいたしました、うん、で今日は、その嵐の中でも、まあ、リーダーである大野さんにこう、ね、スポットを当ててということで、うん、なんかその、はい、潔いというか、うん、そのグループのこれからを考えてとかね、うん、そのそれぞれのまたそのなんていうんですかね、才能を伸ばすためにとかなくて、もうはっきりその大野さんが僕が言い出してこう言うっていう風に、うん、ああそうなんだって僕なんかちょっとああなるほどねって思ったんですよね。なんか記者会見見ててもそう、あの言い出したのは自分でみんな集めてこう話し合ってみたいなことと、うん、そうそうそう、あとまあ非常にその時間的な猶予を取ってのね、うん、ね、休止というところで、まあ、非常にこうなんか理性的に動いてるのかなっていうふうに思いますよね。まあそうですね、うん、で、まあ彼個人の運勢としてちょっと占いをしてみたわけですよね、はい、でですね、実は、彼の生まれた時間というのも、うん、密かに入手いたしまして、あるルートから、あるルートから入手いたしましたんで、生まれた年月日時が明確になっております、でこうやって見たんですが、まずですね、嵐そのものとして その活動が始まったのが1999年であったと、うん、で、こちら側なんですけど、10年運と1年運というふうに書いてあるわけですけども、はい、この10年のこの1年、これが99年なんですけどね、うん、ここで嵐としての活動が始まりましたよ。で見ていただくと、まあ、2文字ずつで現れてるんですが、上がこれ土のと土のとって同じこの10年のこの1年みたいなところでスタートしてるんです、うん、そして十二支の方は牛の10年、うど年の1年って牛とうっていう組み合わせでスタートしてるんですね、うん、で今度、まあ、20年の年末で終わるんですが、もう1年ずれてね、21年になると、うん、また10年運と1年運が同じ文字になって、しかも牛とうが入れ替わるんですね。うの10年で牛の1年、本当だ。だからここで始まったものがこうやってひっくり返ってここで終了するよとか、もしくは新しいスタートを切るよって形になるので、この新しい年を迎えるためにこの前の前年の20年で終わりにするのかなっていうふうにまあ考えたわけなんですよね。だからまるでね、本当に占い師がついてるのかなと思うようなですね、あのタイミングの取り方をしてるわけなんですよ。で、まあ、あとその大野さん自身のこの星を見た時に、うん、あの変な言い方ですけど、この方はなぜあのアイドルをやったのかって、ちょっと実は不思議なあの名式というかですね、持って生まれた星は、うん、確かにアーティスト系ではあるけれども、はい、あの本来はもっともっとあれですね、アイドルではないいわゆる芸術系みたいな感じの星を持っていますよね、うん、で、まあ、この10年運の切り替え時ってこうあったわけですけども、まあ、99年にアイドル活動をスタートしていますが、うん、その間のこの2つの間にもう1個10年運があるんですけどね、もう活動を始めて5年目ぐらいの2004年ぐらいから、うん、あんまりアイドルやりたくなかったんじゃないかなってちょっと思えるような、あのそんな早い段階で、そうなんです。ただそれをずっとずっと、まあ15年近くですよね、そこから温めていたのかしらというふうに思うような、まあ、星回りでしたと、ちょっと葛藤があったんですかね、うん、でそれをでもね、その衝動的にえいやってやらないで、すごくこう詰めて詰めて詰めてってやっていったところが、やっぱりこの人の強いところではないかなというふうに思いますね。リーダーでしたからね。まあそうですよね、うん、まああの11月生まれの井の月で、生まれた日が水のとって、水のとといって、この真の強さみたいなものがですね、いろんなものをこう飲み込んで、ポーカーフェイスでもやっていけるんだろうなっていう形ですよね。今後だから多分この方自身は、あの芸能活動というよりはアーティスト活動の方に力を入れていくんだろうなというふうに思います。はい、いいですね、才能ある方はね。そうですね、あの多彩でね、ちょっとね、ずるいよと思いますけどね。テーマ不公平だって。だって桜井くんだっけ、嵐の桜井くんだってすごいいい大学、頭良くてね、それでそれでいてあの顔で踊りも歌もみたいなさ、うん、ね、二物も三物も与えてるじゃないですか、そのね、長谷川さんは。だから僕は何もないからもう不公平すぎるじゃないですか。汚物を与える。いやいや汚物は誰が汚物だ。まあまあね、はい、その話が取れました。いやいや、まあでも分かります、そこが運というものでございます。まあね、はい、はい、
まあ、頑張っていただきたいと思います。そうですね。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございました。